虚空を貫く石の巨塔。その巨大な建造物は刑事と呼ばれていた。一人の少女がひたひたと歩いている。彼女には刑事で成し遂げたいある目的があった。
ようやく起きたのね。そう、やっぱり声を失ってしまったの。大丈夫。あなたが失ったのは言葉だけじゃない。それは自分でも分かっているでしょ。今のあなたは多くのものずっと喋れないままじゃ、これは始まりの階段。ケージはとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。ここはケージっていう場所なの？さあお待ちかね、夢のお時間でございます。はあ、うんざりするね。私たちは管理されて暮らしている。この体も感情すらも自由ではない。残されたわずかな選択肢だって自分の意思で選べるとは限らないわ。俺の見ていた現実は偽りばかり。俺はただ普通の幸せが欲しかったんだ。本当の意味での自由なんて初めからないのかもしれない。今は神など相手にしている暇は。あの頃の僕とは違うんだ。これが私の気持ち、私のしたいこと。奴らを滅ぼすまで目に焼き付け。私はこれでまた花を潰せる。何への怒り。敵は皆殺しだ。行きましょう、最後のかけらを取り戻しに。Thank you.
すごい、砂が流れてるわ。これどうなってるのかしら。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。あの砂どこまで流れていくのかしら。あの黒い柱の根元に向かいましょう。私はともかくこれが一つ目。ここから始めましょう。巨大な荒野を二人は歩いていた。育ちの良さそうな少年と後ろを歩く寡黙な男、何かに追われているのだろうか。周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた。旅の疲れを癒すため二人は食堂へ向かうことにする。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち、その一人が少年たちを呼び止めた。寝踏みするように少年を睨み、お前王族かと深い土器のこもった声。うつむく少年は口を閉ざしたまま。それが尺に触ったのか、二度響いた。賞金稼ぎに取り付いた黒い鳥の群れが、あれこそが私たちの倒すべきあの黒い敵が、物語を正しい姿に戻すため。もちろんあなたを。それが尺に触ったのか、賞金稼ぎ。Thank you.
賞金稼ぎを退けた男は息、おけがはありませんか。少年は大丈夫と答え、もう王子じゃないよと。そして男へ、男は静かにうなずいて、された武器を。さて、これからのこと、だいたいイメージできたかしら。よかった。じゃあこの調子で続けていきましょう。ママもサポートするから、大船に乗ったつもりでね。まあ、綺麗な場所。でも、こんなに大きな建物、一体どうやって作ったのかしら。ケージで時々見かける黒い鳥は駆除すべき対象。気がついたら追い払ってね。そしたらママがご褒美をあげるから。あら、もうメニューを開いちゃったの？あ、せっかちさんね。しかも、まだ手に入れたものを使うことができないの。それでも、どうしても、どうしても開きたいっていうの？仕方がない。